ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はプロレス界3月31日の出来事について触れてまいります。1977年蔵前国技館、坂口誠二がマスクのスーパースターを倒し第4回 MSG シリーズ優勝を果たしました。同じ日、フロリダではキラーカーン・パクソンナンがウェイン・フェリス・ラリー・ラットハレムを倒し、フロリダ US タッグを奪取しました。1982年 MSG シリーズ愛知県体育館、アウトローズと猪木・藤波が激突。試合はかろうじて猪木はマードックから勝利したものの、試合内容は完全にアウトローズが猪木・藤波を圧倒していました。なおこの試合で猪木は両足を負傷、翌日のアンドレとの優勝決定戦を欠場しました。1996年のこの日、東京でサリー選手が産声を上げました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ごきげんよう。さようなら。